英語ってなんで難しいの、英語と日本語って違いすぎるんですよ、お前らはずるいんだと、言語が近いから言うんだ、韓国語やってどんだけ日本語と韓国語って近いんだよ、こんなに有利なんだ。そうで始まりました、もちチャンネル。さあ今回はですね、英語ってなんで難しいのっていうのをね、やっていきたいと思います。まあ今ね、夏期講習中でしてね、英作文いっぱい見てるんですよ。まあ先週は英作文があって、まあ生徒いっぱいいたん で、なるべくこう分けて持ってきてくれって言ってね、英作文は5個あるうちのね1個しか使わないんですけど、2、3、4、5とですね、もうずっと英作文見てね、ほんと授業終わって1時間以上添削してたりしたんですが、で今週は英作文の授業もあるので見てるんですけど、まあやっぱりよくわかりますね、英語ってむずいんだなっていうのがほんとよくわかるんですが、でなんでなのか、もう簡単なんですよ、その理由。もちろんあの英語の教え方がどうたらとかね、あるとは思うんですよ。こういう風に教えてきてるからダメなんだとかね、他の国であったらこうできるじゃないかとか、いろいろあるとは思うんですけど、やっぱもう一番大きな理由はこれです。英語と日本語って違いすぎるんですよ。遠く離れた言語、似ても似つかないというのがぴったりな表現だと思いますね。でこれは英語っていうのがまあ国際語でもあって広く使われているし、大事だ大事だって言われてるし、まあ子供の時から英語大事だよって言って習ってきて、なんでやらなきゃいけないのっていう疑問はありながらも、まあやんなきゃいけないものだと、高校受験にも必要だし、まあこれから中学受験とかにも出てくるわけですけど、そして大学受験になったら文系も理系も英語をやらなきゃいけないっていう風になると、とにかく英語が大事なんだ、英語を学ばなきゃいけないんだってこういう風にやってくるからあんまりわかんないんですけど、これはですね別の言語をやるとよくわかるんですよ。多くの人は別の言語をやらないし、で大学入って第二外国語っていうのをやることはやるんですけど、多くの人がねヨーロッパの言語をやるんで、そうすると日本語とまた遠い言語をやるんですね。なのでまた苦労すると、でいかに遠いかっていうのがまたわかんないんですよ、遠い言語しかやってないから。逆に近い言語をやるとですね、非常によくわかる。で、また英語がすごくできるようになるとしますね。で、すごくできるようになると、その別のヨーロッパの言語をやった時に、近って思うわけですね。こいつらめっちゃ似てるじゃんっていうことに気がつく。なんで僕の場合は英語まあある程度ね、まあ、トイック満点94回ぐらいできるようになったわけですけど、でそれでも喋れないんだろうとか言ってくる人ね、トフル115点取ってください、頑張って、国連英検特 A 級頑張って取ってみてください、ケンブリッジ英検 CP 取ってみてください。英語喋れない人取れない試験ですからね。でフランス語やってスペイン語やってドイツ語もやったんですけど、やっぱ近い、ヨーロッパの言語と近い。でその後やっぱ一番大きかったのは韓国語をやったことですね。韓国語やってどんだけ日本語と韓国語って近いんだよっていうね、それを知った。これでね遠さもよく分かったし、近い言語をやった時の気持ちっていうのもすごくよく分かったんですよ。ヨーロッパの言語話者が英語をやるときですね、これってほんと近いんです。でそれを最初に知ったのは留学したときにインターンシップやってて、そのインターンシップのボスがですね、日本語も喋れるしスペイン語も喋れる人だったんですけど、スペイン語喋るときはもう完全に英語をスペイン語にしながら喋ってるんだって言ってたんですよ。電話で一回スペイン語喋ってるとこ聞いたことあるんですけど、ああスペイン語できるんだねって言ったとき、いやこれ実はチーキン、あのインチキなんだよ、ただただ英語をスペイン語に置き換えて喋ってるだけなんだよ、でも日本語を喋るときはそれができないんだって言ってたんですよ。単語を置き換えスペイン語は喋れるけど、日本語をやるときはもうちゃんと文作ってやんないと喋れないからすごく大変なんだ、チーティングできないんだよって言ってた。でそこで気づいたけど、あそうか、じゃあヨーロッパの言語の人たちも英語喋るときって置き換えながらやってんだなっていう風にね気づいたんですよ。で実際ドイツ語がすごく近いわけですよ。その語学学校にいたんだけど、まあ、僕一番上のクラスにいたんですけど、もうドイツ人がバンバン入ってくるんですね、だからできるから。でまあ日本人はまあほぼ入らないです。一番上のクラスに来るためには日本人は大体もう何ヶ月もやんないと思うんですね。何ヶ月もやって一個一個クラスのレベルが上がってって、一番最後のなんかハイレベルのところが終わった後でその上のクラスに入れてもらえるんですけど、まあ、僕の場合も英語できたんで行った時からいたんですけど、その何ヶ月も経ってみんなこうやって入ってくるんだけど、それでもやっぱ喋れない、圧倒されちゃうわけですね、他の国の人たちが喋ってて。ドイツ人たちはもうすぐです、入ってすぐハイレベルの一番上か、ハイレベルが終わった人たちの超絶一番上のクラスかにドイツ人がずらりです。15歳とかで入ってくるから、もうほぼ10代でしたね、そのドイツ人。なんか1ヶ月だけとか3ヶ月だけとかって留学する人だし、みんな一番上のクラスか上級の一番上とかばっかりで、すごいなって思ってたんだけど、
あ、そういうことかって分かったわけですね。めっちゃ似てんだ言語って思って、それが分かった。で、まあ、自分はその後とね、まあ、カナダ行って韓国留学するわけで、その韓国留学した時に気がついた。あ、そうか、ヨーロッパの人たちって英語こんな風に喋ってんだっていうのが分かったんですよ。どういうことかっていうと、韓国語と日本語はもうほぼ同じですね。グラマーほぼほぼ同じです。だから超楽なんですよ。本当にそのまま日本語で言いたいことを韓国語に置き換えればそのまま喋れます。本当にそのまま置き換えればいいんで、私は公園に行くとかね、何年こもねかんだとかっていう風にもう置き換えながら喋ることができるわけです。で、何にも困らない、ただただ喋れるし、しかも単語もね、ラッキーなことで漢字語はほぼほぼ同じなんで、漢字使うやつは漢字を韓国語の音に置き換えればもうそのまま喋れるんで、言ったことのない表現でもこの音はこの音だ、あ、この音はこの音だっていう風にね、公園っていうのを知らなかったとしても、婚式公式っていうのを知ってれば、今があって、そのウォンっていうのを何でもいいですよ。ドンムルウォン、動物園ですね。動物園のウォンだから、あ、置き換えて、コン、ウォンかなって言って、できちゃうんです。初めて喋る単語でも作れちゃう。こういうことができるわけですね。なんで文法同じなんで、簡単なものと助詞とか覚えて置き換えて、で単語はこれかなっていうのでやったらもうそれで言える。超簡単じゃないですか。そういう風にやってすぐできるようになった。本当にもう英語を皆さんが6年とか8年とか10年とか勉強するレベルを数ヶ月でできるようになったんで、まあもちろん単語とかはねそんなに覚えてないですけど、全然喋ったりコミュニケーションするのにも何の苦労もしないところまで6ヶ月とか、まあ3ヶ月はほんのちょっとしかできなかったですけど、最後の3ヶ月でそれぐらいブワンって一気に上がったんで、本当によくわかりました。それが逆にその韓国語のねクラスにいる人たちで、遠い言語の人たち、ポルトガル語ロシア語の母語の人たちがいたんですけど、やっぱりその人たちは苦労してましたもんね。文法感覚がわかんないってね。でこれもよく言う例なんですけど、道案内の問題がね出てくるんですよ。初級の一番下のクラスなんですけど、一番下のクラスの最後の方に道案内っていうのが出てきて、めっちゃ大変なんですよ。彼らからすると言語がめちゃくちゃ遠いからですね。でいろんな表現、どこどこをまっすぐ行って、そこを左に曲がってくださいとか、そこを右に曲がってくださいみたいなのは超大変なんですよ。スピーキングのテストもある学校だったんで、もう、ね、すごい苦労してね、あーっつってねなってんですけど、僕とかその日本人もいたわけですけど、日本人からすると超簡単。ただ言い換えればいいか、道をまっすぐ行く、そこの角を右に行くっていう風に簡単に言えるわけですね。でそれを言ってもポルトガル語話者とかロシア語話者は信じないんですよ。そんなわけない、こんな難しいものをできるわけないだろうみたいに言われてね、うん、その人たち英語喋れるんで僕と英語でコミュニケーション取ったんですけど、いや簡単なんだって、同じだから文法が、じゃあ言ってみろって言ったらそのまま何も考えずに言えるわけですよ。単語を聞かれば、はいはい、こう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 って言って、みたいな、マジで言えんの、すごい優越感を味わいましたね。文法が同じってこんなに有利なんだって思ったわけですよ。めちゃくちゃ有利なんです。ということなんですね。言語が近いとこんなに有利なんだなっていうのを初めて経験した、実感できたわけですよ。だからちなみに自分がフランス語やってた時も日本語じゃなくて英語を通してフランス語やってましたから、だからフランス語どうしても喋んなきゃいけないってなるときは英語をフランス語に置き換えて喋ってました。それでも発音覚えてないからむちゃくちゃなんですけど、でも文法的に文を作るのは簡単なんです、というのがあったわけですね。そうだから日本語と英語遠すぎる、マジで遠い。だから英作がボロボロなわけですよ、当然添削してて、まあそれはしょうがないんです。まあいろんなの出してますね、動画出してて、でなんかそんな間違いを指摘するなんてひどいみたいにね、いっぱいいろんなの出してて言われるんですけど、あれネタですからね、毎回どれだけ難しいかはよくわかってるんですよ僕は。でもそれネタにした方が面白いんだもん本当に一生懸命英語喋ってる人とかに言わないですよ、目の前でね。もちろん細かく分けていけば、まずは語順が違うっていうのが非常に大変。韓国語だったら同じ語順で喋れるのに、英語だったら語順いちいち変えて喋んなきゃいけないからめちゃめちゃ大変。そして当然その言語にないものっていうのがあるわけで、英語には前置詞があるし、冠詞がある、三人称単数形の S があるとか、めちゃめちゃ大変ですよこんなの。だから逆にアメリカ人たちが日本語を勉強するとき助詞がないから、助詞めちゃめちゃ大変ですよ。活用とかね覚えなきゃいけない、形容詞の活用、形容動詞の活用とか、動詞の活用だっていっぱいあるしね。そういう風に言語が遠いから、だから難しいわけです。だからそう簡単には英語ができるようにならない。完璧を目指すとかよりは、あ、そうなんだっていうのを分かってね、これで随分楽になったと思います。だから他の国の、ね、人たちに、ね、うわ英語できないでやんのとかってねバカにされたりするとは思うんですよ。まあそれも発音のことも言われるっていうのはあると思うんですけども、発音のシステムも全然違うから、そういう時に言ってやるんですよね。お前らはずるいんだと、言語が近いから言えるんだと、ね、もし世界共通語が、まあ、韓国語とかモンゴル語とか
トルコ語だったら俺たちの方が有利なんだからなって言ってやってください。オスマン帝国が世界を支配していたら俺らの方が得意なんだぞって言ってやればいいんです。言う機会はないと思いますけど、それを英語で言わなきゃいけないかもしれないですが、実はそういうことだったんですね。だから難しいんです、英語っていうのは。大変だと思いますが、あ、そうか、俺らは頑張ってるんだ、こんなに遠いのにやってるんだ、ヨーロッパの、ね、言語を使う人たちよりも苦労して頑張ってやってるんだっていうね、その自信と誇り思ってぜひ勉強してもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ちょっとね、英語勉強すると気が楽になってくれればいいかなと思いました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.